い、サブちゃんということで、サブチャンネルやっていこうかなと思います。ってことでね、まあ夜なんであんまり大きな声出せないんですけど、まあこのね、この動画は何なんだっていう話なんだけど、まあ匠クラフトを今やってるわけなんですけども、まあなんでね、こう最初からなんだっていう話なんですけど、まあ最初からなのは特に意味はないんですけど、まあぶっちゃけね、録画テストなんですよ、これ。なんかさ、僕今、録画バンディーカムっていうソフトを使ってるんですけど、バンディーカムで録画すると、なんかファイルが選べて、MP4 と、なんか AVI ファイルっていう、なんか2つの種類で録画できるんですよ。で、いつも僕AVI ファイルっていう方で録画してたんですけど、そっちで編集ソフトに、動画を突っ込むとですね、なんか、カットとかした時に画面を切り替えると、なんかね、カクカクしちゃって確認できないんで、なんかそれ普通らしいんだけど、パソコンの性能が良くないと普通らしいですよって言われたんですよ。でもなんか、アマレココってやつを使ってた時は、そういうのがなかったのに、なんかね、こうバンディーカムにした瞬間ね、こう変わっちゃったっていうね。だから多分パソコンの性能も、あとそこそこ、多分いいやつ使ってるんで、まああるはずなんですけど、よくわかんないんだよね、その辺が。まあなんか、ちなみにアマレココにすればええやんと思った人いるかもしんないけど、アマレココはね、画質というかフレームレートが安定しなくて、なんか画面があんまりヌルヌルしないというか、まあ多分 30fps あれば、まあみんな的には十分なんだろうけど、なんかね、こうバンディーカムで撮った方が、画質がいいからなんかそっちに慣れちゃったんですよね。だからそっち使っていきたいなと思って、なんか俺斧捨てなかった。なんで俺斧捨てたし。まあそういう感じでね、今録画テストがてら、なんかね、MP4 と AVI を比べると、なんか MP4 の方が多分、なんかね、AVI ユーティルに入れた時なんかちょっと軽いっぽいんだよね。で、それで画質がどうかをちょっと確認するために、ちょっと今撮ってます。はい。まあ、画質自体はあんまり変わんないんだけど、なんかなんかね、なんか10秒ぐらい録画して比べたんですよ。どっちがいいかなみたいな。でも正直10秒じゃね、なんか動画自体が軽いから、あんまりわかんないんですよね。でもさっきからなんか専門的な話ってわけではないけど、なんか、専門的な話をして申し訳ない。動画編集とかしない人だったらね、全くわかんないことだからね。あ、これノーマルだね。もし実況してる人とかいたらなんかコメント欄でなんか教えてくれるとありがたいです。MP4 と AVI はこう違うんすよ、みたいな。全然わかんないからさ。てか俺なんで俺、木のつらい作ったんだろう。鉄、石のつらい最初からあるじゃん。作る必要なかったね。まあいいや、とりあえず豚倒して、匠クラフト要素出していこうぜ、とりあえず匠クラフト要素出していこうぜ。タイトルに一応さ、匠クラフト作業雑談っていう、いつものサブチャンタイトルにしてるから。てかさ、匠クラフトもさ、あれなんだけど、どうしよっかなっていう、そろそろというか、なんかアイテム紹介だけだともう、あともう終わっちゃうんで、なんかまた新しく普通に、サバイバルちゃんとやろうかなと思ってるんだけど、それはまた後ででいっかな。バージョンアップしてからでもいっかな。なんか匠図鑑みたいなのが追加されるっぽいから、匠図鑑を全部埋めるクラフトみたいな、まあそういうタイトルにはしないけど、そういう感じで次はやっていこうかなと思ってるんですよね。で、まあそれはトム作者のトムさん次第なんだけど、はい。だからその間はしばらく、匠クラフトお休みしようかな。うん。まあ、だからまだ、本編っていうか、本編的なやつはまだ投稿してないんで、この動画を投稿してる頃には。なんかいいやん、なんか面白いアイディアとかあったら、書いてくれると嬉しいです。一応何個かやろうかなと思ってるものは考えてたりはするんですけど、なんか、ちょっとまだやる気には起きないなっていう感じなんですよね。ふえーい。ふえーい。あー、カット使っちゃった。鼻水がやべえんすよ、最近。鼻水がすごい出る。いつも鼻声なんだ、毎日鼻声なんだけど、なんか、鼻水出る日と出ない日がね、こう、すごい違うんだよね、なんか。めっちゃあるわ。うん。で、匠要素マジ全然なくね。やっぱ昼だから出ないのかな。なんかさ、匠クラフトと一緒に入れたら面白いモッドとかあるかな。もしくは、なんか匠クラフトじゃなくてもいいから、なんか面白いモッドあったら教えてください。最近なんか、撮る動画がね、そろそろなんか新しいの考えなくちゃなと思ってるんで、最近はね、ハイフワールドとかをちょっと探したりとかしてます。はい。あ、スマホのゲームもなんかやらないと。撮りたいゲーム自体はいっぱいあるんだけどね、なんかこれを、なんかシリーズとしてやっていこうっていうのはなかなか
なかなか決めらんないんだよね、僕。だからもう、皆さんの力で、視聴者様の力で、ちゃんと様ってつけていくから、媚びていくから、僕は。ぜひ、チャンネル登録、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いしますって、今度から、動画で言おうかな。わーい！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 北組来たな。よ。久しぶりやな。こいつばっ、北組ってさ、そういう効果あったの？今知ったんだけど。なんか北組ここで爆発したんじゃなくて近くの木が爆発した。そういう効果だったんだ。へぇ、なんかまだまだ知らない要素いっぱいあるね。さすが匠クラフトですねっていう、この匠クラフトに媚びていくあたりも忘れない。はい。やっぱ純粋に面白いしね。ちょっと待って、明るくしていこうぜ。よかった。でも北組に会えただけまだありがたいぜ。これって匠クラフトだったんだっていうね。あれもね、こうちゃんと忘れさせない。てかさ、てか編集しなかったらさ、動画重いかどうかとかわかんなくね。ちょっと、やばい。サブチャンなのに編集しないと、これは。これ編集するかもしれない。やべえ、マジか。サブチャンネルなのに、メイン並みの。サブチャンネルなのに、メイン並みのね、こう編集を。まあ、メインもそんなに編集してないんですけど。最近でも編集頑張ろうと思ってるんですよ、僕。いやー、編集、やっぱりね、こう YouTube の動画をね、こう頑張っていきたいんで、まあね、字幕、なんかね、こう凝ったエフェクトとかできないんですけど、まあ、字幕とか効果音とか、そういうのはなんかなるべくつけていけたらなと思ってます。まあ、それだけで結構違うしね。やっぱ字幕と効果音あるだけだいぶ違うよね。なんか効果音とかさ、かセンスある人ってさ、効果音面白いよね。すごいよね、本当になんか、見ててよく思うマイクラの動画とかで。いやー、本当に。てか石炭めっちゃある。石炭ってこんなあるもんなの。めっちゃ石炭あるんだけど。というわけで、まあこんな感じでね。こう次回はというか、それでもう一匹ぐらい会いたくないか、夜迎えようぜ。夜迎えてからこの動画は終わりにしたい。これどうしよっかな。サブちゃんじゃなくてメインにあげようかな。せっかく編集するんだったらさ、こうメインにあげちゃいたいなってとこだけど、でもやっぱりなんかこれをメインにあげるのはどうなんだっていう俺の心の中で葛藤が起きてるから、まあ多分サブちゃんだろう。さて、たくみちゃんがそろそろいる時間なんじゃないですか。おこいつは、普通のクリーパー、まさかの。たくみ、あ、待って、名前の表示が変わってる。クリーパーじゃなくて、たくみってなってる。なんか前僕やった時、クリーパーってちゃんと書いてあった気がするんだけど、変わったんでね。ジャンピングスラッシュ！オッケー。クリスタルじゃねえわ。クリティカル出た、強い。さて、たくみクラフトなんだから、せっかくだし、なんか珍しいたくみ。来たー、何たくみだ、水かな、あれ。水っぽいな。流水たくみ。これ別になんか爆発しても害ないやつだな。水を流してくれ、頼む。ウェーイ、氷、あ、流氷か。これなんか前も間違った気がするな、流氷と流水。なんか俺、同じ間違い何回やれば気がするんで、バカすぎるだろ。バカすぎ、ワロタってことで。あ、待って、なんか光ってる。なんか、あ、ヤタクミだ、久しぶり。久しぶりにヤタクミ見た気がする。よ、久しぶりじゃん。うわ、めっちゃいる。めっちゃいる。花火タクミもいるし、石タクミ。石タクミって多分あれじゃない？この辺で爆発すればさ、石がさ、爆発するタイプだと思う。俺の予想だと。花火たくみは爆発していいよ、別に。はい。ありがとう。ありがとう、綺麗にしてくれて。石たくみ爆発するか。あ、なんか久しぶりだな、なんかこうやってたくみをまじまじと、こう爆発させるっていうの。あ、面白いな、なんか。初期の頃、めっちゃ死んだんだけど。どこ、ここ。ここ、どこ？どっから来たか、喋りながらやったからさ、どこ歩いたか全然覚えてねえと思ったけど、この光があるってことは、こっち側に、あれ、こっち側じゃなかったっけ？あれ？あれ？あ、全然違う気がする。あれ？やばー、スケさんやだ。匠クラフト。だから、スケルトンは帰ってください。理不尽。理不尽だな。理不尽じゃまで。お前、この世界に出たかったら、匠ってつけてから出てこない。スケルトン匠、うーわ、うわ、うわ。新築の匠だ。うわ、うわ、うわ、うわ。あ、待って。なんか、いやー。いや。いや、動けねえ。うわ、砂利が落ちてきた。落ちた組の砂利がすごいなってる。あの辺にいるんじゃない？あの辺なんか石浮いてなかった。こっちじゃね？こっちじゃないの？多分。俺が死んだところって。あ、色たくみだ。おひさー。めっちゃなんか友達かよ、マジで。たくみと友達になっちゃって、俺。お、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。多分この辺で死んだような。この辺じゃないの？っていうか、普通に。普通になんか岩場だったし。この辺だよね、きっと。あ、やばい、もう12分経ってる。やばい、やばい、やばい。
そんな撮る予定なかったのにな、俺。色たくみバカー。オッケー。あ、全然、あ、こっちか。やばい。場所がわかんないから、最後に、色たくみ。色たくみの爆発が、よく見えずに終わってしまった。なんか最後、爆発して終わりにしようかな。てか俺、このワールドでさ、生活する気満々だったのにさ、アイテム全部なくなったんだけど、嘘だろ。全部なくなったんだけど。あ、てか、一個思いついたのがね、なんかあの球体、なんか世界が、そのガラス玉でできた世界のモッドがあるんだけど、それの 1.7.10 があったら、ちょっと待って、何、どこで何が爆発してんの、これ。まあ、それの世界と匠クラフトで合わせてみようかなとか、ちょっと思ってます。なんか面白そうだよね。これなんか広いからさ、なんかあれだけど、この限られた世界で匠クラフトをやるっていうのも、ちょっと面白そうだね。はい。それをやっていこうかなとかもちょっと思ったりしてます。なんだこいつ。あ、オブジェ匠だ。おひさおひさ、ウェーイ、ありがとう。光る。匠のブロックってなんか若干光ってるんだね。なんかこんな感じ。あ、恒星の爆弾が光ってんのかな。なんかいいよね、オブジェ匠。めっちゃオブジェ置きまくったら超光るんじゃね。パリピになるんじゃね。まるで意味がわからん。わ、あ、溶岩か。なんかいる。なんかまからさまにいるもんだって。あ、消えた。なんかもう一体でかいやついるもん。じゃあ最後に、どうしようかな。誰かなんか決めてほしいんだけど、かっこいい爆発を。音匠はね、あの、音が悪いからダメ。音が悪いってなんか、あ、ガラス匠がいる。最後はガラス匠の爆発で終わりにしましょう。これちょうどよく綺麗に終わるんじゃないの。ガラス匠でキラーンって感じで。Hey, what's up, guys? Welcome to Pictor World. キラーンって感じでね。はい、パクリ怒られます。うい、閉じ込められた。ということで、サブちゃん終わります。近い。あれ、待って、外出てんじゃん。待って、俺中入ってるかと思った、俺。中入ってるかと思った。やばい。やばい、終わります。サブちゃん、終了。編集すんのか、これ。ダリー、あっちゃ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 あ